どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。さよなら。違う言うとんやろうが。ああ、ほら分かった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーの。そうなんですか。この前もグランドって有名なお店。誰や。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんな。私お客さんからお客。姉ちゃんの。そうですね。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くよりこうして人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私。あ、いやいや、せやか。さん。お仕事。うん。そうなんだ。店長。ここの店。店長。何や。だって。その。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してる。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まで。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた。とにかく私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。
客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか。施術中か。いらっしゃい。ほう、こりゃお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅんも興味ありますな。店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Yeah.
ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろまこと。ええから逃げろ。なんなの、店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、あっ、何してるの。あら、おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか。